皆様こんにちは、ボンバーモーセ姫です。今日はまずはちょっと浄化をしたいと思います。というのも最近見てくれる方が増えてとてもとても嬉しいんですけれども、こうその分やはりこういろいろなエネルギーを受けやすくなっています。なので見ていただいている皆様に対してもこのね浄化のこの煙、聖地の煙が届くといいなと思ってます。はい、じゃあ聖地で今浄化をしました大きな聖地ですね。さてじゃあ今日見ていきたいと思います。今日はリクエストリーディングです。9月7日に皇族議員選挙があるということで、皇室典範のが改正の方向に向かうかどうかということを見ていきたいと思います。はい、じゃあこちらタロットシャッフルはしてるんですけれども、もう一度カットしていきたいと思います。いいかな、大丈夫かな。さあ行きましょうか。じゃあ9月の7日ね、皇室典範のいわゆる改正の可能性があるかどうか見ていきたいと思います。はい、じゃあまず出たカード、過去のカードがソードのページです。少しずつやっぱり動き出してきていたんじゃないかな。時代の波が動き出したっていう感じがします。そしてこれ今の今ですね、今の今、おっとワンドのナイト、ものすごく熱くて情熱的なカードが出ました。このまま行くとものすごく勢いに乗っていきそうですけどね。じゃあ今からが未来です。さて太陽のリバースが出たか。この勢いがちょっとこう消えちゃうとか消極的になってしまうっていう風に出てるんだけれどもですよ。はい、ちょっと待ってください、はい、こちら側を、まあ、いわゆるこう愛子様側って言えばいいのかな、改正を望む側、そして、こちら左側の方が、保守的というか閉鎖的なっていう感じで見ていきます。はい、カップのエース、ソードの4のリバース、これはアドバイスになります。ちょっとこの辺のねカードが見にくいと言われてた方いらっしゃったんだけど、どうかな、ねえ、すいません、見え安かったらいいんですけれども、いかがでしょうか。そしてカップの7のリバース、これ保守的な方ですね。そして愛子様側、カップのページ聖地、なんかねいい感じなんだけどね。ここがちょっとなんで太陽のリバースが出たんだろうって感じなんですけど、いきましょう。はい、カップの5リバース、おお、助教で聖地、さあ改正になるかな、どうかな、いきますね、どうかな、どうかな、どうかな、おお、コインのナイト聖地、はい、これは改正の方向に向かうのではないでしょうか。補助カード見ていきます。おー、ラバーズだ、聖地ですよ。カップのナイトリバース、あと1枚ぐらい出していきましょうか。
コインのクイーンのリバース、まあね、むちゃくちゃ保守的な人っていますよねってことで、ここがスターのリバース、これが一番裏のカードです。よし、じゃあリーディングしていきましょうか。まず結論から言うと、ここにまあこれコインですね、ペンタクル、ペンタクルのナイトの正位置が出てるので、こう真面目に着実に進むよって出ています。なので今回いわゆる大改正っていう、なんかむっちゃくちゃこう大きなことではないかもしれないんだけれども、いわゆる、こう愛子様側というか、あの改正の方向に向かって今回はことが進む、着実にきちんと進みますよっていうのが結論で出ました。うん、出た出た。そして、まあ今の現状と未来で、まあこれがとてもね熱いカード、あのテニス界のあの晴れ男の人のイメージが私は毎回するんですけれども、すごい熱いじゃないですか、あの方。なんかそういう感じで、今がこう改正の時だみたいな感じで、すごくすごく国民も含めてこう熱くなっている、そういう状況かと思うんですね。ただ流れが太陽のリバースが出ているので、この熱い情熱がこう水を刺されるというか、なんかみんながみんなこう応援してくれないというか、まあこうエーミヤ家だったりとか、まあそういう人たちが何か手を使うっていうことも考えられるんだけれども、この情熱のままいけるわけじゃなくって、一旦障害が来そうかなっていうふうには出ました。ただまあここがまあ保守的側、まあ、ここが右側の方が愛子様側、左側が保守的側っていうことを見ていても、やっぱりね、間違いなくこの愛子様側の方が強いんですよ。もうきちんとした知識とかもあって、こう感情論で言うわけじゃなくて、こうだからこうだからこうなんですよっていう、こうきちんとした道筋が通っていく、だからこそたくさんの支持だったりとか、今回もこう応援してくれる人が増えていくのかなっていう感じがしています。もうダイアルカナのね正位置が出てるから、おこれはすごいなっていうふうに思っています。でまあ宮家たちとか、まあ保守的側っていうのが、今化けの皮が、まあ、剥がれてきつつある状況で、まだ諦めてはいないとは出ているんだけれども、別にこの人たちが諦めないのは結構なんですけれども、でもあの世の意見だったりとか、愛子様たちを応援したい人たちの方が圧倒的に強いです。ものすごくこう皆さんを巻き込んで、それが本当にこう強い力になる、そういうふうなものが出ているので、まあ、この保守的な人たちがいくらあがこうとも、今回はいわゆるあの改正、皇室典範は改正の方向に向かって着実に進んでいきますと、それが出ています。出ていますよ。なのでこうね、あの応援している方、この動画を見ている方はとても多いかと思うんですが、こう本当に少しずつなんだけれども、きちんと前に進んでいる、着実に進んでいるということが出ましたので、安心していてください。はい、これが以上となります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。